俺と仲良くしない方がいいよ。なんで？ヤクザみたいな奴に狙われてる。俺の交友関係も把握されていて、なんていうか危険なんだ。大丈夫だよ、私こう見えてもカポエラやってたから。びっくりした、インド映画始まったのかと思った。カポエラってブラジルの格闘技。なんでまた？最初はダイエット目的だったんだけど、だんだんケイシャーダがいかに綺麗に決まるかって方向になって。あ、ケイシャーダって顎への蹴りなんだけど。そういうことじゃないんだ。そんな付け焼き刃のカポエラで倒せるようなやつじゃない。ムカつく。付け焼き刃のカポエラってなんで言えんの？ダイエットでやってたんなら実践向きじゃねえだろ。付け焼き刃だよ。じゃああなた、付け焼き刃のタクシードライバーって言われて腹立たないの？仕事でやってんだから腹立つに決まってんだろ。付け焼き刃のナースとは言ってないんだから。ところで何なの付け焼き刃って？意味もわからず怒ってたのかよ。ニュアンスで大体わかるけど、もっと伝わりやすい類語言ってよ。にわか仕込みとかそんなんだ。誰がにわか仕込みのナースよ。言ってないし、よく同じベクトルでよく二度も切れれるな。やめろ。10月4日の深夜、俺は練馬から上目黒の事務所まで黒猫を乗せたんだ。東京都練馬区で女子高生の行方が分からなくなっています。お前ら何者だよ。ミステリーキッスのデビューに関する取材と伺ってたんですが、話が違うな。クソうざい、嘘くさい。これ一体何の取材？ただお金持ちになりたかったんだ。目的があるんなら簡潔に言えよ。警察にも何度も言った。私は殺してない。神に誓ってもいい。今日一日で何人アポ取ったの？どうなの調査進んでる？すみません、ほうれん草の白絵に極力近いものあります？彼が得体の知れないものに巻き込まれていく様を感化できなかったんだ。いろんな話したよ。オドカーさんの家族が帰ってこなくなった話とか。生きていくことがどういうことかちょっとは知ってたから悲しくなったんだと思う。もしかして覚えてない？前に乗せたかな。申し訳ない。ううん、いいの。もっと大騒ぎされると思ってたから。お前らに教えといてやるよ。事実なんてそれぞれの心の中にあるんだ。一つじゃない。映画オッドタクシーインザウッズ、4月1日公開。ルイタン、ルイタン、ルルル